ラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はアゲイン&アゲインという最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。まあなんかちょっとおぞましい感じの雰囲気はありますけれども、早速やっていきましょうか。スタートゲーム。こちらのゲームね、概要欄もちょっと見ずに買ってしまって、どんな感じかわかりませんが、雰囲気的にはすごく良さそうなね、雰囲気です。お、赤細道ですね。ちょっと走ることもできるのと、クランチができるのかな。あとリーンもできるな。あー、フォーカスもできるね。ただ後ろは何も見えないね。赤細道だ。なんか前にいそうな感じはするけど、フラッシュライトとかはないね。赤細道。あ、明かりが灯ったな。ああ、でも壁になんか紙が書いてある。何が書いてあるんだ？ああ、後ろが赤細道になってんな。Why?Why? と書かれてますね。あ、誰かがいるな、後ろの赤細道の奥に。あ？電気が割れた。おう、今度はロードするんだ。これ自分は子供なのか。さあ自分は、あ、リーンだな。気色悪い人形も持っていて、はい、ペーパー。彼女がいなくなってからうまくいったことはほとんどありません。私のすべての夜が無駄になったようです。これは絵とかあるね。触れるものは画面の前側にちっちゃく丸印が出るみたいだけど、一旦何もないな。鍵がかかっている。目に、ん？テディベア。テディベア？どれだ？テディベア。あ、これか。持った。子供の視点だね、完全に。で、人形を持って移動していくと。鍵がかかっている部屋が2つ。お酒がこぼれてるな。いい大人がいるわけではなさそうだ。ん？まあ前日起きた悲劇的な殺人事件が SNS で話題となりニュースになっております。殺人事件の現場、捜査官は身体的暴力を受けて殴打されて死亡し、その後ゴミ袋に捨てられた少女を発見した。すさまじい事件だ。これか。はしごがあるね。ここは、あー、調べられるな。暗いぞ。ああ、特に何もない。子供視点ってね、結構いろんなものが怖く見えたりするんだよな。あ、いたね。この家結構広いか。開かない。これなんて書いてあるの。パースペクティックプレゼンツ。
な、翻訳できんかったな。うわ、なんだこれ、ループ系か。エグジットだ。あー、ループ系ですね、完全に。そして何かが変わっているのか。身も凍るようなニュースの議題を続けますと。父親であるエドワードの2番目の妻であるマリアと暮らす9歳のリリーの経験は地元の人々に悲しい身をもたらした。エドワードとの結婚を機にリリーと同居を始めたマリアはいつしかリリーに暴力を振るようになる。あ、2番目の妻が、父の連れ子であるリリーに暴力を振るようになると。悲しいお話ですね。何もなさそうだな。入れる部屋、自分の部屋も入れんくなってんのか。まあちょっと奥行ってみよう。このニュースが変わってることは確かに進んでいることにはなるけど、これまさかこれ主人公リリー？開かない。トン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 だ。開かないね。ここかな。開かない。ズームしても開かないね。何か下に落ちてるか。これ血だ。血が落ちている。赤ワインってわけじゃなさそうだけどな。え？開いたぞ。自分の部屋でしょ。椅子が？あ、人形が。あら、気持ち悪い人形が。ちょ、電気つけようか。つけました。おー、いなくなってる。絵に血がついてんのか。ペーパー。彼女がいなくなってから、あ、これ一緒だね。全く同じ書き物ですね。ん？向こうの部屋になんか丸いのがあるけど。どこに、他に何かやるってのはないな。あ、開けられる。あー、向こうの部屋がおかしくなってるぞ、明かりが。いいですね。さあ、正常に戻ったけど、最後の扉は開くのかい？開く。これで2回目のループが終わったね。もうすでに、すでにかい？始まってるね。あ、ラジオだ。ん？これか？タバコもつけっぱなし。このゴミ袋がまさかそのリリーなのか。まあちょっと先行くか。あ？どうした？あ、リリーの世話してきた隣人ローズ・ボーレンはリリーの衰弱した体と性質の変化に最初に気づいた。ウォーレンはマリアが引っ越す前、リリーはとても幸せで健康だったと述べた。彼女はリリーをチェックするために家に忍び込んだ時、見たものに恐怖を感じた。彼女は私たちに何ヶ月も拷問を受け、衰弱し疲れ果て、歩きながらつまずいた9歳の女の子リリーに話しました。ウォーレンもマリアの一つを目撃しました。あ、罰をしているところを目撃したのか。
Born felt regretful for not notifying the police after left the house. ああ、今の翻訳できなかったな。まあただウォーレンはそれを見ていた、そして衰弱しているところを見てしまったって感じか。この先行けんのか。緑色の光に変わったね。点滅している。両方からノックだ。開かない。開いたな。まあそのリリーが衰弱してるっていう様子は分かったと。ラジオ。部屋が全然変わったぞ。マリアは元気に立ち上がるのに苦労してた女の子を最初に殴った、少女は彼女を壁に投げつけて意識を失った。意識不明の子供を別の部屋に連れて行き、マリアはリリーをゴミ箱に入れ棒で乱暴に殴った。悲しい話だ。ずっとつくな。これはどこだ。地下室なのか。あー、ループになったね。そのリリーに対してマリアが何をしてるかっていうのは徐々に分かってきてるけど、誰かいる？開いた。完全に開かないな。どんどんどん。もうならないね。ん？開いた？勝手に開いたのか。壁掛けの絵が落ちたと。隣人は警察を呼んだ。犯罪現場から痛みの叫びを聞こえて、家にリリーの家に到着し、リリーを病院に連れて行ったが、少女は救われなかった。検視の結果、リリーの体に激しい殴打の跡が見つかったため、警察はマリアを容疑者として取り調べた。自分の犯罪を告白した。マリアは罪を認めたってことだね。鍵かけれるわ。次、鍵かける場面があんのか。あ、来てるな。上にいる。あれがマリアなのか。もう最初からマリア人間じゃねえじゃん。だとしたらね。それかマリアは何かに取り憑かれていたのか。この家に来ることで何かに取り憑かれてしまったって可能性はなくはない。そしてリリーが死んでるのであれば、この子は誰だっていう話な。ピンポン。殺害した女性は警察が到着する前に殺害した子供の写真を撮り、リリーの体の周りを25分待ったと述べた。なんで写真撮ってんだ。ノックだ。逃げろってこと。自分の部屋はいけないのか。ノックは収まったけど、いけたね。もう開いてるし。あ、閉まる。開かない。
赤くなる廊下。これは戻れるのか。ちょっと暗いな。開いた。誰かが立ってた。でももうこっちには行けない。戻ったね。あの女性がマリアなのかどうかがちょっと気になるところ。それかこの少女自体がリリーの昔の記憶なのか。あ、十字架がずるんと向けましたね。あ、いるな。いなくなった。リリーの父のトマソンは、仕事の都合で長時間家に帰れず、勤務時間のことで娘とあまり話ができなかったとのこと。リリーが5歳の時、本当の母親であるトマソンの最初の妻であるエイミー。エイミー・ハリスは2番目の子供を妊娠していた。もう一人子供がいたんだ。どういうことだ。その子はどうなったんだ。リリーには妹を、もしくは弟がいたってことだよね。開くんかい。ビデオだ。再生。えらいポップな映像なのか。ゾンビか。特に。あ、消せないわ。あ、電気が。何か変わったことが起きそうだね。あ、電気が消えた。ノックだ。開かないぞ。電気をつけて。他に変わった様子はないね。あ、ギター、バイオリンか。また電気が消えました。相変わらず開かない。何が起こるんだ。開かないぞ。あ、変わった。あ、どっかが映ってんな。走ってきた。うおー、すげー。十字架だらけ。いや、ちょいちょい出てくる女の人がテレビに映ってたね。いや、すごいな、この景色は。ゾゾゾってくるね。いけるのか？いけちゃう。あの十字架は何なんだろうな。妹の話も気になるしね。顔どうとか。真夜中の出産の時、お腹の中の赤さんと赤ちゃんが死亡した。なるほど。エドワードはこれらの悲劇的な出来事の後、4年間娘のリリーの世話をした。
エドワードはこの1年間落ち込んだため、娘のために時間を割くことができなかった。近所のローズボーレンにベビーシッターとしてリリーの世話をするように依頼した。エドワード・トマソンはマリア・ムーアと出会い結婚した。マリアは子供を産むのにふさわしくないため、ゆっくりと精神崩壊に陥り、それが彼女の狂気につながった。子供の産めない体だったんだね、マリアは。そこに関しては正直何とも言えないというか、逆にマリアもちょっとかわいそうだね。旦那さん結婚した人、のは実は二人目がいたんだけど、それが死んでしまって、私が産んであげようっていう気持ちはマリアにもあったんだよね。それが叶わず、マリアも狂ってしまったと。これマリアの M か。リリーの子供の部屋にもあったよね、確か。消えたね。オルゴールが鳴り始めた。電気はつかない。水が流れてんな。誰かがいる？暗いですね。オルゴールの音が鳴り響いて。あ？すごいことになってんな。家具がくしゃくしゃだ。こんなに家具があったのかっていうぐらい増えましたね。これはリリーの心情なのか。ああ、向こうにいるな。多分狂ったマリアなのか。ガクブルちゃんだもんね。前からドン。リリーを襲ったな。マリアだとしても悲しい話だな。うわー、なんだこれ。読んでみましょう。彼女がいなくなってからうまくいったことはほとんどありません。私の全ての夜が無駄になったようです。私は知っています。彼は彼女が恋しいです。何かできることがあればいいのですが、しかし孤独を感じないこともあります。隣に何かいるような、時々私を見て近づいているのを感じることがあります。私はそれに縛られているようなものです。たとえ私が痛みを感じても誰も私と一緒にいません。私はここを永遠に去りたい。あなたが私を一人にしてしまった人には会いたくありません。一人にしてしまったというのは前の奥さんのことを言ってんのかな。で、そのような人にはなりたくない。私はあなたを守りたいですみたいなことを感じて記しているのか。あれ、あ、鍵あるか。開く部屋あるか。もう電気とかつかないんだね。もうこの手紙だけだよ。マリアはエドワードが娘のために購入したギフトのベビードールの所有権を取得した。彼女はこの赤ちゃんをリリーに与えたことは一度もないと彼の自白に付け加えた。
日に日に赤ん坊に執着するマリアはエドワードが家を出てリーリーに精神的な痛みを試みた後奇妙な動きを見せ始めた。ベビードル、赤ちゃんの人形だよね。ちょっとおかしな足の折れた人形ってことだな。最初の部屋にあった。それを赤ちゃんだと思い込んで育てたってこと？他に何かできるか。ってことはここじゃねえのか。とりあえず全部開かないね。特に何か触れることもない。ただ段ボールがあるな。暗いですね。この電気か。いや、開かないぞ。これをドアップで見んのか。でもさ、言うてさ、この下に骨みたいのあるよね。ああ、ん？骨だよな。骨。他には特にないぞ。やれること、あ、ろうそくが消せるな。めちゃくちゃ消さんといかん。暗いな。あとは ここだけ消えない。順番があんのかこれ。順番があんな。いやー、合ってんのかい。書き順だな。じゃあ鍵開いたわ。なるほど。変な謎解きもあるな。あれ、あれ開いた部屋っていうの。鍵カチャっていったけど、あ、ここか。電気はつかない。鍵があるわ。
ライトクリック、アンロックドア。OK。ここか。ここにも鍵があるわ。ん？テレビがついた。ついたり消えたりか。お、なんかいた？あんま分かんなかったな。ここじゃねえ、バスルームか。全部屋行かそうとするな。あ、マリア。ラン。なるほどな。これ後ろ見ても大丈夫かな。あ、いない。あ、いけないね。ん？戻るのか？違う。いない、いないってか、ない、いけない。いやー、なんかそう、ゾクゾクする雰囲気はめちゃくちゃありますね。開かない。はしごか。指受けでもない。ノックができるな。全部屋ノックするのか。あ、開いたわ。照明が倒れてて。死体を食べてんのか。開くんかい。これは誰の部屋だ。ん？これ何？なんかの絵？扉あんのか。すごいノックされてるけど。あ、消えてるな。消えてるわ。開いた。死体みたいのがなくなってる。戻れんのか。戻れない。このライトは動かせないもんね。ろうそく消すのか。一応消してみるか。消して、
窓の外に何かいる？違うな、ビニールシートか。ここの結局ソファーの間にあったの何だったんだろう。こっち暗くて何も見えんわ。このライトを消せないのか。あ、血があるな。なんもねえな。あ、電気は一応つくんだ。あら、手形があるぞ。なるほどな。いや、これはわからんぜ。これはわからんぜよ。血が続いてるね。うお、明るい。長廊下だ。奥にマリアが立ってるわけでもない。U ターンしてさらに下。あ、手がある。マリアかな。あー、なんだ、パスコード。今度は違う扉が出てきた。さっきの近代的なあの扉は何だったんだろう。これは普通に行けるのか。あー、ここでループなんだ。いや、さっきの扉なんだろうな。あ、またラジオだ。マーラは孤児として村の教会で育ち、宗教家として育てられました。このため家には十字架や聖書がたくさんありました。リリーが悪魔の主であり、マリアに彼女を殺させたことを示し、マリアは一連の数字を繰り返した。まあ、狂ってんな、もうマリアはね。マリアに首絞められてたのかな。これがリリーが、うわ、顔が見えるな、ラジオの横。マリアはちょっと人形にちょっとやられてたのかもしれないね。悪魔の乗り移った人形だったのかもしれない。見えたかな、みんな、ラジオの横の顔。見えてない人はもう一回戻ってみてね。これはどこだ。暗いぞ。暗いけど遠くがあんまり見えないな。なんでだ。もう朦朧としている意識の中ってこと？何もない。いや、結構ね、このゲーム、持つべきもの、触るべきものが難しかったりするからな。ブルーシート。あ、でもここが最後だ。ん？なんだ？
奥には何もない。どっか行ける場所あったか？あ、こっちか。はいはい、行けるな。こっちが扉？すごい倉庫みたいな感じだけど、足跡がある。これなんだ、ビデオカメラ。イベントリーとかねえもんな。 N ナイトビジョン、なるほどな。どっかに他にブレーカーがあるってこと？どこだ？いや、ないぞ。多分奥深くだろうな。あれでもそこまで行けるとこないか。これじゃないよね。どこだ？あ、これか。オープンレバーバック、これか。電気がついた。あ、あと4つあんの。そんなあるか。この階段の上そのまま行くのか。いや違うな、この中にあと4つあるんだ。あと3つか。マジで言ってる？え？壁にあるか？結構探したぞ。開いたわ。いや、この雰囲気はさすがにすごいいいですね。この奥か。声が聞こえるけど。どこ？
迷子だぞ。なんかが来たね。ここにはない。こんな奥底まで来て、ないとかあるや。こっち？ここ来たか。あれ、ここってでも扉だよな。絶対1個あるでしょう。あった。なるほどな。1個の扉につき絶対1個はじゃあありそうだな。まあじゃあとりあえず戻って違う扉のところに行こう。ここが扉だったね。はいはい。でこの奥にも扉があったはず。あれ？ああ、行けるようになるんだ。扉がある。特に人形だ。三つ目 OK。 ここ浅いな。見てたね。っていうことはあと1個ドアが、ここは鍵かかってる。もしくは鍵がどっかにあったのか。今のドアここ1個しかないよね多分。ってことはだ、鍵がさっきの、あこっちか、3個目のレバーをやったところぐらいにもしかしたら鍵が落ちている可能性。もしかしたら2個目のところだとしたら結構深いからな。あ、違うわ。開いたわ。勝手に。チェーンソーとか置いてある。なるほどな。この奥に行けるんだ。すんげえゆっくりだな、これ。いや、出てくるね。雰囲気的には間違いなく出てこない。帰りとかできそうだけどな。いやでも帰りあっちのドアから帰れる説あるので。あ、レバーあった。ここ開かないんだ。あ、こっちか。開かないんだ。普通に帰れと。まあでも今4つついたので、それがどうかって感じだな。
多分あの階段の上の扉が開いたんだと思うんだけど、開くんだと思う。さあ戻ってまいりました。開かない。まあこれで上行ってみようか。電源は来てるはず。あら、マリア？お？カメラを消されたのか。ここで終わりなんだ。じゃあ今のカメラに関しては、例えばだけど実際リリーが回してて、リリーが脱出しようとした時の映像だったのかもしれないね。電源を4つ入れて脱出しようとしたけど、最後マリアに見つかってしまった。っていうことなのかな。いやーとてもホラーゲームとしてすごく完成度が高いですね。ゾゾゾッとする感じ。やっぱカメラっていうね、アイテム。やっぱホラーゲームには、あってもいいアイテムですよね。アゲイン&アゲイン。いやーなんかこう、久しぶりの胸クソ悪うし、だけど、ホラーゲームとしてとてもクオリティの高い、なんかこう、ゾゾゾッとさせてくれるような、ホラーゲームでしたね。ベースとしては、PT みたいな感じでループしていくっていうのがあるんだけど、そこにやっぱりちょっとオリジナルのスパイスが加わっている感じはすごくあって、最後のカメラであったり、あとは追われるポイントであったり、ゾゾゾっていうだけではない何かが、やっぱりそこにはあったかなと思いました。このアゲイン&アゲイン、なかなか日本の方はまだやられてないと思いますけれども、今回クマックはね、最新作のホラーゲームとしてやらせていただきました。いいですね。いいホラーゲームだったと思います。クマックのいいホラーゲームっていうのは怖さもあり、話のストーリーも重みがあったりとか、まあ、それがバッドエンドグッドエンド関係なく、クマックはいいと思いますのでね。はい、ということで今回はアゲイン&アゲインでした。最新作のホラーゲームまたねやっていきますので、これからもよろしくどうぞ。ということで皆さん、良き夜をお過ごしください。